10月19日セリーグ CS ファイナルまとめ。やっと勝ったー。だー、明日勝つともうわからんね。明日が山田大勢、楽しんでいただけたかな。はーい、1勝がしんどすぎるんよ。長かった。あと1球コールは正直あまり好きではないな。あと2回勝てばいいんだ。1勝1分けでいいんやぞ。1つ勝つってことの難しさよ。もう1勝できたんだし、日本シリーズ行かせてくれや。非常にまずいわね。今日のところはこのくらいにしといたるわ。勢いだけのチームから勢いが消えました。まあ完全に目覚めさせちゃったよな。ここまで CS5 試合できすぎだったもんな。絶対揺り戻し来るわこや。佐野を失っただけ。佐野いないときついよ。まだ余裕あるし、震え声、采配ミス、それがすべて。明日は浜口、佐野離脱、どうすりゃいいんだ。何かすっごい嫌な予感しかしない。ジャクソン引っ張ったのがな。しかし誰に変えるかってのもあるし、肝心なとこでベースボール出ちゃ、そりゃ負けるよね。あと2連勝か、簡単やな。ほうほう、明日も野球がある。大勢は結構投げてしまったな。だが明日ケラー使わないなら行くしかないぞ。明日の抑えは、へいなぎじゅうぶた。オースティンにバックスクリーンへ放り込まれるの想像した。佐野ごめんよ、明日はゆっくり休め。ぐわははは、明日からは先発の質で上回るから2連勝あるで。いよりですが、勝ちはしたが相変わらず打ててねえからな。あと2勝はなかなかに厳しくはあるな。井上がようやったわ。あとダブルスチール。増田の代走起用がドンピシャだった。選手も監督もようやったわ。井上の力投と坂本の意地が負けの流れをこじ開けた。やっぱりチームを変えれる選手ってのが結局坂本なんだろうな。佐野の代わりは失望か。当然ですね。それが危機となることを祈りましょう。とりあえず梶原はもういい。ポンクソ打線のまんまだもんな。いつ打つんだよ。佐野にバントさせてでも1点取りに行く野球すればよかったのに、ずっと成り行き野球してるから、ホームラン以外は得点の可能性感じない。まあ今日は昨日の山安と同じようにジャクソンさんと心中しようとして失敗しただけだな。ここに来て打線入れ替えなんてするわけないやん。梶原でいいよ、そろそろ打つやろ。ここからあと1勝できるイメージがない。今シーズン1回でもスクイーズ阻止したことあった。それでも警戒とかないわ。オースティンは割とマジで DH ないときついな。巨人のヒンダに隠れてっけど、例の得点もここに来て4試合で7点だからな。うち冒頭1点。大勢、昨日はガッツポーズしたのに、今日はなんで冷めてるんだよ。佐野に入ろや。ジナディだけど明日も福井の見物させてもらうわ。あと1勝1分けでオケと考えたら、そんなに難しいことでもない。ベースボールが発動したのがマジででかいな。あいつら思い出しただろ。明日あっさり負けそう。7回だけは本当に素晴らしかった。今日は阿部も冴えてた。阿部がヒロインでもいいくらい。工業的には最後までもつれるのが理想。この土壇場で高騰できる井上はようやったな。7回のこういうのが見たかった。タイムリーが出ないなら、こうやって泥臭く点を取ればいい。ハルトかわいい。打てなさすぎてリリーフのスターめぐいからな。勝つにしてもボロ勝ちしないと厳しい。負けても勝ってもいいから日本最後の登板でクローザー菅野を1回だけでも見たい。ケラーさんほんとありがたいわ。不完全な中でベスト尽くそうというヘルナンデスのメンタル見ると、秋広とかほんと情けないよな。流れとかいうオカルト信じない派だったが、坂本の激走で間違いなく流れたぶり寄せましたわ。やっぱりどんなに打てなくても、今年のチーム好きだしまだまだ試合見たいよ。佐野ダメなら3番にそのままエリナでバントしてもらおう。都合使うのは劣勢からで、明日勝てばいいんよ。なんなら明後日でもいいし、ここでエースがいないんだよな。浜口3回途中6失点とかだろ。どうせ浜口は4回109無失点ガッツポーズで交代でいいよ。短期決戦の浜口は強いぞ。だから少し期待する。別に巨人も得点の取り方良くないし、打線復活してないし、明日も余裕よ。一番梶原はちょっと手を入れたくなるとこだが、来週秘密兵器とっておきの先発ブルーペンデイが控えてるわ。阪神2戦目の重点は何だったのか。本当に今更だけど、東がいれば全て解決だったな。やっぱりどう考えても筒香が起爆剤になるしかないんだよな。じゃないといよいよ3億円の意味がない。これで3連敗で敗退だと半年は嫌な思いを引きずらなきゃならなくなるのがきつい。まあ気楽に見ろよ。月曜まで楽しんだら木曜にはドラフトやで。 CS はお祭りの面もあるから楽しいわ。明日は1年に1回の浜口新が降臨するよ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。